速稼塾の久保です。まあ、世の中にはいろんなお金持ちがいるものですけども、今日はね、ソフトバンクグループの孫正義社長っているじゃないですか。会長なのかな。まあ、彼のって言ったら偉そうですけども、孫さんの自宅の住所が分かりましたんでね、ちょっと Google で見てみようかなと思うんですよ。それがね、東京の港区白金台にあるんですよね。白金台といえば、タイトルかも分かるように、超高級住宅街です。その中でも、ひときわ輝く、大豪邸です。もうね、これはね、国会議事堂なんじゃないかなっていうレベルの、ハリウッドスターの別荘みたいな感じのね、超大金持ち、自宅ですよ。大邸宅ですよ。まあ、ちょっとご覧いただきたいと思います。東京都港区白金台2丁目の20という住所が、まあ、見て取れるんですけどもね、こちらの方、みんな一緒に見てみましょう。どうぞ。はい、ご覧いただいてる中央にあります、毘沙門台の上洛亭っていうのがあったりね。あと、畑山記念館、今休業中ですけども、そういうのがあったりします。まさに見えてるでしょ？大きな庭ですよ。これちょっとは外じゃないですからね。ちょっと左側に行くと、東京インターナショナルスクール、プリスクール白金台校ってあります。学校ですよ。学校ね。私の大和くんも学校行ってますけども、インターナショナルスクールの敷地。比べてみてください。この、小出屋精米店、お米屋さんの敷地。ね、駐車場がね、ここにありますけども、何台止まる？まあ、十数台止まる、20台ほど止まる駐車場の大きさがこんなちっちゃいんですよ。それの何倍もある敷地ですからね。赤で囲まれてるでしょ？この全部か、もしくは、まあ一部なのかわかりませんけども、でもとてつもなくでかいです。これか、すごいですね。でね、Google ストリートビューなんで全体像見えるんですよ。ちょっと入ってみましょうか。これです。なんだこりゃ。要するにね、これじゃないですかね、今見えてる。この壁の向こうじゃないですかね。さっきの豪邸が見えなくなってるんですよね。あ、これが入り口じゃないですか。あ、入り口の一つです。入り口の一つにガレージ付き駐車場があって、多分今正面にあるのが入り口の一つなんじゃないですか。これはもう別の方のお宅、集合住宅ですよね。多分ここに、カムリが止まってますけども、このカムリと野ざらしのシャッターの中にも何かがあるみたいですよね。駐車場じゃないですかね。で、ポストがあって、でこれが孫さんの自宅なんですけども、建物の一部たりとも見えないようになってますよね。防犯対策なのか。面堂周太郎の家みたいですね。で、ストリートビューでどこまで迫れるのかわかりませんけども、あ、こっから先行けないですね。あ、行けないわ。じゃあこっちで見てみましょうか。あ、建物の一部が見えます。かろうじて。ちょっとこれ再生してみましょうか。夏ですね。誰かが孫さんの家を取って投稿してくれてます。ああ、ちょっとなんかすごいですね。見えますね。我々一般人からはちょっと用として知らないようになってますね。で、写真はもうないのかな。ストリートビューと36ビュー。あ、これ自宅ですよ。だからぼやーっとしててね、見えなくなってるんですね。プライバシーに配慮して。なんだろうこれ。なんか変なのが落ちてますね。なんでしょうか。まあ、とにかくね、写真がほとんど見えませんね。見えないわ。あ、これなんだろう。あ、なんか整体院かなんかが映っちゃいました。はい。ぐっと戻っていきます。これですね。すごいですよ、これ。もうどのぐらいの大きさなのか想像もつかないです。だってこれ、エスバスって何でしょうかね。集合住宅ですかね。ほら、これ見てください。なんか、宿舎1号棟、宿舎2号棟ってあるでしょ？宿舎3号棟。この宿舎3号棟に、まあ、何百人が住んでるかわかりませんけども、それと同じくらいの住まいですよ。何百人も住めますよ、これ。ね、有事にはここが避難場所になってもいいぐらいですよ。大きな地震が起きても、この辺りは平気でしょうね。すごい。ふれあいガーデンはっていうところがありますけども、公共の施設だと思いますけどね。これとどっこいですよ、個人宅が。格差是正。ね。
何なんでしょうかね。うん、いやでもすごいですね。うん、はい。私が聞くことによると、孫正義さんも無一文同然からスタートされたそうなんですよ。だからみんなができるでしょっていう論法にはならないんですけども、こういう例もあるってことですよね。すごいですね。また情報ありましたらお寄せください。それでは失礼します。